このところ少なくてすまないね。なんせどこも不景気でね。ありがとう。この村に来て最初のお客様だ。安くしとくよ。いらない。お金ないから。今度麓の町で金魚の品評会があんだよ。会場はもちろん無料さ。遅くなると父さん怒るから。ごめんなさい。あの子は飲んだくれの親父と二人暮らしなんだよ。どんなに殴られても汗水垂らして働いて稼いだ金を全部酒に変えてるのさ。さっさとよこせ。あのクソ親父め、ガキ相手だからって舐めた真似しやがって。ご飯食べてもいい？働きは悪いくせに食い地だけは一人前だな。おい、字も読めねえくせに。お前みたいな何一つ持ち合わせてない空っぽの役立たずが、そのものは信じるな。俺の言うことだけ信じてればいいんだ。を守らなかった罰だ。てめえ、今夜は飯抜きだ。おやすみなさい、父さん。文句があるならよそで買いな。この村にはうちしかねえけどな。こんにちは、この村のお子かな。ちょっと君。カワキ、また親父にパシらされてんのか。お前も大変だよな。イカレ親父のお守りなんてよ。父さんはおかしくなんかない。父さんは英雄なんだ。知らないくせに勝手なこと言うな。じゃねえぞ。とっとと伏せろ。ほら、吹けよ。なあ、俺と一緒に金魚を売らねえか。できないよ、父さんを一人ぼっちになん。早くお酒を持って帰らなきゃ。ああ、おい、大丈夫か。なんかごめんな。父さん、ごめん。明日はきっと、父さん、明日はちゃんと買ってくれ。この役立たずが。許して父さん、ごめんなさい。お願い、お願い。黙れ、空っぽの薄のろが。君にいい提案があるんだ。父さん、その人誰？しかしこの役立たずのガキにそんな大金をね。さっさと荷物をまとめろ。てめえはもうこの家の人間じゃねえ。そんなの嫌だよ。もっといい子にするから、もっともっと稼ぐ。お酒もいっぱい買うからさ。うぜえガキだな。一度手放せば息子は二度と戻らない。こいつは空っぽだ。何の取り柄もありゃしねえ。俺のサンドバッグになる以外はな。こんなガキに大金弾んでくれるなんてよ。へえ、こいつはすげえぜ。今まで散々辛い思いをしてきたろう。だがもう終わりだ。これからは私が君の父親だ、カワキ。さあ来るんだ。どこへ連れて行くの？ついてくればわかる。どうした、村を出るのは初めてか。
今日から君の人生は一変する。出会いの記念にふさわしいプレゼントを考えておくよ。いつも空っぽの役立たずだとも言ってた。僕なんか買ったのあんなお金で僕をどうするつもり。そいつをどうしようってんだ。バカなガキ信用させて売り飛ばそうと思ったらとんだ邪魔が入ったもんだ。おい坊主、こっちに来いよ。騙したの。君は何か勘違いしているようだね。さえ乾き、トンネルの外で待っているんだ。逃げても無駄だぜ坊主。話はついた。心よく手を引いてくれるそうだ。君は空っぽであるのを悪いことのように思っているようだが、決してそうではない。君には価値があるんだ、カワキ。行く場所には君と同い年の子供たちが大勢いる。ような境遇の子供たちばかりだ。ここは安全な場所だ。何も心配することはない。その子で最後か、次元。ああそうだ、丁重に頼むぞ。アマド、君は大切な我が子の一人となったのだ。私が本当の親子になった時、手置きのプレゼント。